ここで私のターンは終了ね。じゃ次の運転手決めるんだぜ。誰が出るかな。シナリオにはマリサって書かれてるんですが。あれ、マジ。よっしゃ。私の区間から通過駅もあるんだな。だからってスピードの出しすぎには注意してくださいね。わかったんだぜ。とじめよし。出発進行。動いた。何回やるんですかこの下り。はい。今回は東京モノレールの後編です。引き続き、区間快速羽田空港第2ビル行きに乗務します。ヨウムです。レイムです。サナエです。ウプ主です。マリサなんだぜ。てか前編と変わってるところがある気がするけど。よく気づいたね、レイム。いや、どう考えても気づくやろ。まず字幕のフォントが変わってること。あとウプ主の字幕の色も変わってますね。すげえ気づくやん。で、それは置いといて次の昭和島駅はどんな駅なのかしら。確かに面4000の駅だったよね。昭和島駅は最初無人駅として開業しました。また開業時は相対式ホーム2面2線で2007年3月18日のダイヤ改正で快速が増発され、空港快速と区間快速に変更されたのに伴い、大気線の使用が開始され、同時にホームも現在の形状になったそうです。なるほど。そんな昭和島駅を間もなく通過しますよ。うっさ楽しみでん。ワクワクするんだぜ。てか通過速度80キロってま。マジですマジです。ホームにいる人は怖いだろうね。でも実際はもうちょっと遅めに通過しそうなんだぜ。高い、普通80キロ出してるじゃない。でもやっぱモノレールの列車で世界的に。すまんすまんでもこの形跡結構大きい音なんだぜ。通過時の注意喚起には最適だね。なるほど。この駅ホーム狭そうだし注意しないといけないからね。そうよね。次は整備場駅ですよ。あ、じゃああと一駅で羽田空港第1ビルじゃん。これは新整備場駅なんだぜ。整備場駅はモノレールは真松町駅から 11.8 キロのところにあって2020年度の1日平均乗降人員は1506人と東京モノレールの駅では最も少ないです。なんでそんなに少ないんだろう。病院としては羽田空港に隣接しているものの、近には旅客機の搭乗客向けの施設が存在しないからだと言われているよ。なるほどなるほど。お前本当にわかってるのか。もちろん、事前にググったからな。あのレイムか。みんな私を何だと思っているのよ。って目の前。待ちに待ってた。トンネルー。さてこのトンネルは長いかな。路線ググったんじゃねえのかよ。そういえば誰も触れてませんけど今一瞬羽田空港見えましたよね。ということはちゃっちゃっと羽田に近づいているんだな。ちょうどこの横ら辺に羽田可動橋もありますね。そっか、ここら辺は首都高羽田線と並走してるんだな。首都高って響きがいいね。一応羽田線についても触れておきます。首都高速1号羽田線は東京都港区の浜崎橋ジャンクションで都心環状線から分岐し、大田区羽田の高速第一橋北詰めで神奈川1号横羽線に接続する、全長約14キロの首都高速道路の路線です。説明はこのくらいですかね。お疲れ様よ、ウム。ちなみに羽田空港の中を通ってる高速道路ってなんだ。お前調べたのには、電車も忘れたわけじゃないから、そうだった。正直言うと車外に向かって大声を出すこと自体あるまじき行為なのですが、これには乗客たちもびっくりですね。外にいる人たちもびっくりするだろうな。私が大声出したって乗客たちには聞こえてないわよ。何その効果。私にもできるかな。いや、やめといた方がいいと思う。運転中なのに突っ込み入れるとか大変だよ。業務に突っ込み変わってもらおうかな。おけまる水産業務には行ってない。ここは少しゆっくりめのスピードで通過するね。80キロに慣れてしまったから50キロは遅く感じてきたんだね。事件の香りがするわ。偽名探偵は途中下車していただきたい。あと今のセリフ事件正解無だろ。みんなひどい、んご。ひどい、んご。あー、うるさいんだぜ。さすがなら外に向けて叫んでくれ。忘れてた。もう旗から見たらただの変質者じゃん。てか外に向かって叫ぶ絵面がヤバすぎる。シュールよね。ようやく泣きやんだか。元はといえばマリサが叫ばせたんだからね。いや、お前が叫びたかっただけだろ。さて次は某浜の赤いアンチクショーとの乗り換え駅の天空橋駅ですよ。天空橋ってなかなか良い響きの名前ね。てことでモノレールの天空橋駅についての説明をしますね。モノレールの天空橋駅は、1964年に旧空港ターミナルの直下に作られた羽田駅を1993年に移転、新設して駅名を改称して作られた駅です。ってことはここら辺は旧ターミナルの最寄りだったわけなんだね。で、あっという間に通過しちゃう。もうここまで来たら、終点までもう少しって感じかな。早く関東観光したいわ。私は東京に来た日を忘れかけてたんだぜ。次は羽田空港国際線ビル、現在の羽田空港第3ターミナル駅ですね。なんで名称が変わったのかな。きっとこれには裏があるよね。って話。いや、ないと思います。第2ターミナルでも国際線が乗り入れるようになるからじゃなかったっけ。ウプ主の言う通りで、第2ビルの国際線乗り入れに伴う国際線利用者の混乱を避けるためだそうです。だけど増築した第2ターミナルの国際線施設は開業から13日で閉鎖という事態に陥ったの。なんでかしら。そういえば国際線施設の開業日は2020年の3月だったよね。そう、ちょうど新型コロナウイルスが全世界で猛威を振るい始めてた頃に開業しちゃったの。それに伴って国際線需要も落ち込んじゃって、羽田空港の国際線機能は第3ターミナルに集約されることになっちゃったの。そっか、東京五輪に向けて国際線を増便していこうって意気込んでた最中だったからな。ちなみに編集日の時点でも公式サイトでは閉鎖中って表記があるよ。早く日の目を浴びるようになってほしいわね。てか次の駅の紹介まだやってないわよね。あー、忘れてたよん。次の駅は京急との乗り換え駅でもあります。
2010年10月21日の羽田空港国際線ターミナルの開業に合わせて開業した駅です。すなわち、めーっちゃ新しい駅です。わーい、おニューな駅だ。そっか、空港快速だからここには停車するんだね。マリサ、任したわよ。うん、そんなこと言われたらプレッシャーになるんだぜ。うん、お腹空いた。早く関東のうまいもん食べたいわ。そうか、さっきまで霊夢が運転してたからお腹が空くのも当たり前か。さっき昼ご飯食べたの忘れたのかよこいつら。羽田空港国際線ターミナル駅停車。ちょっとここのスタバに寄ろうかしら。ドライブスルー感覚で途中下車しないでよ。それに、行ったとしても電車に乗り遅れるだけだぞ。じゃあちょっとラマック行ってくるわ。おい、って嘘だろ本気で行きやがった。ただいまー、お帰り。って早すぎんだろおー、盛大なツッコミ。このハンバーガー美味しいわね。これ何個目だよ。ハンバーガーが、4個分くらいかな。へぇ、もう4個も食べたなんてゆうこ様みたいだね。で何感心してるんだよ。でもう発車時間か。時が過ぎるのは早いな。それな。はじめよし、出発進行。さーて、来週の霊夢さんは、嫌ボケが謎すぎるって。さすがの私でも意味不なボケには対応できないって。自分がツッコミだと思ってたの。嫌な画面の付き合いなんだからわかるでしょ。あとなんで私は大食いキャラみたいになってるのよ。あんたの手に持ってるそれが全てを物語ってるだろ。うるさいわね。あんたも森に行ってはキノコしか取ってこないじゃない。それとこれとは話が別だろ。てか私は大食いキャラじゃないの。今はめちゃくちゃお腹が空いてるだけなの。目の腹が空くスピードが速すぎるんだよ。そのハンバーガー何個目だよ。まだたったの10個目よ。嘘だろ信じられない。早すぎるだろさてさて、ミオト漫才やったミオト漫才で。この電車はあともうちょいで終点の羽田空港第2ターミナル駅に着きます。次は新整備場駅を通過しますね。新宝島。この下りはもういいです。新宝島、間違えた。業務も釣られてるじゃねえか。新整備場駅は1993年に開業した比較的新しい駅で、一般の利用者は少なくて、駅付近の各航空会社の整備地区や空港関連企業、団体に勤務する人々のための駅となっているよ。ついでに第1、第2ターミナル駅の説明もしておくよ。お願いします。唐突な半沢直樹。羽田空港第1ターミナル駅は、1993年に羽田空港駅として開業した駅で、島式ホームの駅だよ。あと特色と言っていいのかわからないけど、東京モノレールの駅で2回も名前を変更した駅はここだけらしいよ。その次の羽田空港第2ターミナル駅は、2004年に開業した比較的新しい駅で、2面3線の島式ホームだよ。特色としてはこの駅は JR 東日本の傘下となった後に開業した駅だから、券売機とか案内サインが JR 東日本と似てる形となってるらしいよ。ってことは、第3ターミナル駅も開業当初から JR 東日本のデザインを踏襲した駅になってるってことなんだな。うん、その通りだよ。他の駅も2010年にデザイン変更が行われているよ。あれ、今ここってどこの下を走ってるの？確かに、気になるんだぜ。うん、だいたい A 滑走路の下くらいかな。滑走路の下？滑走路の下か、飛行機の音が響いたりするのかな。そうだよね。実際に行ってみないとこればかりはわからないね。てか地下なのにこんなに爆走できるってこの鉄道会社ただもんじゃないな。断面カーブなので減速します。よそのりさんを抑えて。地下だから余計に音が響いて聞こえるんだろうな。ここを通過したら ANA の本拠地第1ターミナルだな。 ANA の本拠地は第2ターミナルです。あれそうだっけ。 ANA とジェルの人に怒られろ。第1ターミナルがジェルグループってのはわかるけど、他にどんな会社が発着してるの。ついでに私も習おうかしら。お前調べたんじゃ。いや、これは言わないでおっか。叫ばれても困るし。わかったみょん。あ、これから話すのは国内線の話だよ。まず第1ターミナルからはジェルグループ、スカイマーク、スターフライヤーの3組が発着しているよ。続いて第2ターミナルからは ANA グループ、ソラシドや、エアブンの3組が発着してるよ。国際線だと本来なら ANA が行き先ごとに第2ターミナルと第3ターミナルを使い分ける予定だったんだけど、結局は戦術の通り第3ターミナルに集約しちゃったんだよね。だから今のところはジェルも ANA も第3ターミナルを国際線の発着場所として扱ってるっぽいんだよね。そんな複雑な空港だったんだね。知らなかったわ。ウプ主は行ったことあるのかな。あ、まあ一回だけなら行ったことはあるよ。嘘だ！本当だよ。まさしく首都圏の玄関口という名にふさわしい空港ってわけだな。ちなみに2019年には乗降客数が世界第5位という記録も叩き出してるよ。さすが首都圏の玄関口ね。他にも羽田空港は沖合の埋め立て拡張工事で成田空港を越えて日本最大の面積を有する空港ともなってるんだよ。まさしく日本一の空港ってわけだな。羽田みたいなでっかい空港って歩いてても飽きなさそうね。わかるんだ。マニアな開港。羽田空港第1ビル停車。残すはあと一区間だな。さて、うまい文句言いに行っか。ちょっと、またね、音漫才歩き。とりあえずあと一区間だ。そこまで我慢しろ。でもマリサも実際のところお腹空いたでしょ。うん、ちょっとマリサ。よし、うまい文句言いに行っか。おお、冗談だよ冗談。あれ行かないの。当たり前だろ。ここで食べに行ったら単なる職務放棄だからね。加えてお客さんにも迷惑をかけてしまうからな。もう散々迷惑かけてますよ私たち。何回か社外に向かって叫んだりしたもんね。大丈夫だ問題ない。客
スの中にイーノックが紛れてるぞ。さて、次は終点の羽田空港第2ビル、ですね。次が ANA の本拠地だドレイム。次から間違えないように気をつけます。やばい、お腹が空きすぎて何もできない。あってね、さっきまで元気に会話してたはずだよね。いやもうお腹が空きすぎて何も考えられないの。つまりはこの短時間の間で買ってきたハンバーガーを食い尽くしたにもかかわらずお腹が空きまくってるってことですね。運命的にしてやがるんだよ。えへへ、いや褒めてない。まあゆっくり美味しいものでも考えてみたらどう。えへへ、バナナ、うまそう、食いたい。おい、こっちに寄ってくんじゃねえ。食われたバナナじゃ。痛い痛い、マリサのおかげで目が覚めちまったじゃねえか、こんちっちょう。いいことじゃないか。よくないよくない。うさって、しっかりと窓に向けて叫んでいるな。よし。次は叫ばないようにしてください、霊夢さん。某スニッカーズの CM みたいにチョコのお菓子あげたら機嫌が良くなったりしてな。ちょっと、あんた私のことなんだと思ってるのよ。はい、某チョコレート菓子。いただきます。食いつくの早すぎるでしょ。あらみんないい顔してるじゃない。元気取り戻すのも早いんだな。できれば帰り際に白霊神社寄ってかないかしら。残念、お賽銭箱に入れるお金は1円も持ってないよ。待てよ、私1円も家から持ってきて。もう、うるさい、雨無理さ。私ら1円も持ってきてないんだよ。だから東京観光なんてできねえじゃねえか。じゃないと用務とうつ主は東京行くみたいなムードでここに来たからいいけど、私ら何の準備もしてないわよ。じゃーん。でまさかお前らも忘れました。嘘でしょ、あんたら忘れたんかい。もう何もできないじゃない。どうすんのよ、また現東京まで戻らないといけないのかよ。めんどくせえな。で、おい、うつ主どこへ行くんだい。今逃げたら職務放棄じゃない。やめろ、俺のカバンの中を探すな。後から返すから。ね、今回だけ。霊夢がいると余計信じがたいが、まあいい、今回は特別に俺のお金で賄えてやるぜ。よっしゃ、終点羽田空港第2ビル、停車。よっしゃ、うまいもん食べに行くぞみんな。とその前に、終わりの挨拶をしなきゃだな。それではご視聴。ありがとうございました。今月のお金なくなっちゃったよ。